一般社団法人漫才協会は、主に東京で活動する漫才師が加盟する漫才公演の開催、漫才師の育成、広報を目的とする一般社団法人である。漫才協会ホームページ記載順。漫才協会では、1971年より落語会と同様に新内制度を導入している。新内は、各定席の鳥を務め、弟子を取ることができる。 毎年浅草公会堂で開催される漫才大会で新内昇進披露が行われる。新内昇進は、ここ近年は1年につき1組が慣例となっているが、必ずしも毎年新内昇進が出るわけではない。また、諸角や千代若、千代菊、獅子天や瀬戸湾や、内海稽子、吉江、星セントルイス、お盆、小盆などのように、 公式には真打ちに昇進した記録がないコンビも、主任を務めたり、教会幹部への就任や弟子を取ったりと、実質的に、真打ちと同等の扱いがされる場合もある。なお、漫才以外の芸人が、真打ちに昇進した記録は確認できない。昇進には教会への在籍が10年以上という、内気があるが、ブレイクにより、飛び級で認められる場合がある。なお、 との印がついたユニットは、メンバーの死去、解散などの理由により現存しないユニットである。ありがとうございます。